どうもエルザです。それではウォッチドックスレギオンやっていきたいと思います。さて今回から新しいミッションやっていきたいなと思うんだけど、本日ブロカテック社はデイブレイク計画を正式に発表しました。ニューラルマップ技術によって人類はついに死から解放されるのです。すでに一部の顧客を対象とした社内テストが非公開で行われています。ブロカテック関係者によれば、計画は創業者の故スカイラーセン氏の意思のもと進められてきたということです。これやっぱどっちみち関係ないね。スカイラーセンが結果データを残してて、他の後継者がやっぱ作ってたから生き残ってるどうこう関係ないね。よし、じゃあやっていきましょう。スカイラーセン終わったね。で次、鎧の裂け目ということで、デッドセクはメアリー・ケリーの活動に関する調査を一旦中断し、アルビオンがゼロデイテロ攻撃にどう関わっているのかを詳しく調査することにしたと。ということで、アルビオンか、次は。やっていきましょう。ちなみに、距離感は？かなりの額だ。マイクロチップで他人の人生をめちゃくちゃにしてるメアリー・ケリーは後回しか。気に食わないけど今は仕方ない。では今こそ本丸に踏み込む時ですね。言わずもがなナイジェル・キャスです。億万長者の戦争や、そしてゴロツキの集まりである民間軍事企業アルビオンの CEO でもあります。ナイジェル・キャスは爆破事件によって一番得をした人物だ。市民を立ち向かうよう先導したとしても、さすがにアルビオンのロンドン拠点を潰すまではいかない。少なくともキャスが上にいる間はな。なるほどな。奴らはロンドンを完全に掌握してる。リーダーを倒せば統率が乱れるってことか。賛成だ。バグリーがキャスの護衛の中から使えそうな奴を見つけた。元は内部の人間で条件付きの友人でもあった奴だ。こいつと接触して仲間に引き入れれば役に立つ。セーフハウスに戻ってきな。話を詰めよう。よし、そしたらセーフハウスに行こうか。さてブリーフィングに参加なんだけど、まあ今回のおじいちゃんなんだけど、生きてる限りはこのミッション頑張ってやろうかなと。ねえ、このおじいちゃんがそもそも問題としては体が不自由という点だね。ただ、おしゃれは頑張ってやったっていう感じかな。はい、やっていこう。さて、イギリス政府よりも発展途上世界を虐げる組織、アルビオンについてです。東派メディアには先見の明を持つカリスマ、アムネスティ・インターナショナルには戦犯と称される男、ナイジェル・キャスが率いています。爆破事件後、アルビオンは秩序を取り戻すべく町の全権を託されました。このタイミング怪しすぎるぞ。そう、というわけだからキャスを調べ上げるべきだ。一人見つけました。名前はヘイミッシュ・ボラージ。ロンドンで生まれた彼は14歳でキャス基金の小学生に選ばれ、キャス本人の指導を受けています。16歳でキャス初のドローン艦隊の設計を手掛けました。ボラージの誕生日に合わせ、キャスはわざわざローンチを1週間遅らせたそうです。まるで仲のいい親子みたいだ。使えるのか？3年前のニジェールデルタの事件で彼らは仲違いし、捜査は闇に葬られました。パイプラインの建設に抗議した村をキャスがドローン艦隊で焼き払おうとしたところ、寸前で故障したとか。ボラージが妨害したものとみられます。以来彼は逃亡していましたが、記録を見る限り、ロンドンに姿を現したようです。ってことは本人に罪を償わせる気だな。キャスのドローンを設計したんならアルビオンを無力化だってできる。痕跡はうまく隠されていますが妥当な推察です。ケイトリン・ラウが入手したアルビオンの報告書によれば、残念ながらキャスもボラージがロンドンにいることは把握しています。アルビオンに見つかる前にボラージと接触し、キャスが共通の敵であると説得してください。こいつが奴らを止めてうちの汚名を晴らすための鍵か。そんで最強の PMC もこいつを追ってる。来てるね。
さやっていくか。少々手間取りましたが、ヘイミッシュ・ボラージがいると思われるエリアを絞り込みました。オプティックに位置情報を送ります。さて、どこかなって、やっぱ遠いんだね。じゃあ近くまで行こうか。ねえ、ちょっと気になってるのがさ、バグリーのあのマークと、そもそもさっきのスカイの時のマークが、ロゴが一緒だったんだよね。だからそこの人工知能的な関わり合いが繋がってそうな感じがしたのと、あとは、今ザビーネと会話したんだけど、今まで確かムービーが流れてたのよ。なんだけど、さっき思いっきり写真だったからめちゃくちゃ違和感あって、今いいようにこう協力してるけど、なんかバグリーとかも裏切りそうな感じしてるんだよな。まあちょっと車捕まえるか。止まれ止まれどうしよっかな、車で行くか。おじいちゃんだからね、バイク飛んだら一瞬で終わりそうな気がして。ボラージはアルビオンの不祥事を独自に調べていました。当然秘密裏にですが、ただ大部分の彼の行動履歴はこのエリア内で記録されたものです。挨拶がてら世間話でもしに行くか。焦らないでください。セキュリティを解析しましたが、ヘイミッシュは不在です。忠告しておきます。玄関口には様々なトラップが仕掛けられています。全データとあなたの命が消去されるのでご注意を。なお失われる順番は必ずしもこの通りとは限りません。うん、被害妄想を患ってるのか。無理もないな。妄想ではなく現実に。あなたは彼の家に押し入ろうとしている武装したボートです。ともかくまずは付近のグリッドに接続して監視カメラからトラップを解除しましょう。ああ、わかった。トラップの解除か。偉そうに。面倒はごめんよ。デザートイーグル。アニメーターね。エンターテイナーね。何してる？乗るんだよ。乗るしかないだろいや、いいね。快適だな、やっぱこれ。お？これか。なんかすごい音したけど。そうだね。移動が難しいなら、頼ればいいからね。ロボットに。さあ、ボラージ。面白いもてなし方だ。ただ楽しむための場所じゃないらしい。電源をつなぎ直せばトラップを強制的に解除できるでしょう。わかった。ショットガンか。クレアの現在の危険へようこそ。そして独裁主義のロンドンへようこそ。みんなの首元を踏みつけてる軍歌を振りほどこう。出ないと踏みつけられてる感覚もすぐにわからなくなる。目を覚まして。連帯主義の警察国家を作るマニュアルがあったとしたら、アルビオンはもう終盤まで進めてる。奴らは爆破の影響を利用したでしょう。ああ、なるほど。シザーの恐怖心を食い物にした。そしてロンドンは喜んでナイジェルキャスに町の鉄拳を渡した。デッドセックの技術には感心する。何かしなきゃ支配力は強まるばかり。誰かが立ち上がるのをただ待ってるわけにはいかない。私たち自身の手で変えていかないと。
どうやってこれハイジャックのが早いか。で、どうは？あー、これか。スーッといって一つ。二つつながれば解除はできるからね、基本的に。で、まだか。ってことはこうだね。あ、できた。よし。よし、解除。トラップを無効化。正面玄関から入った方が死ぬ確率は低そうですね。んーじゃ、正面から行くか。やっべーな。これはやばいね。ちょっとおじいちゃん大丈夫かな、今回。でもまあ、じいちゃんもハッキングできるからね。昨日アニメーターか。ゲームジャーナリスト。よし。さあ、行こうか。じゃ、お邪魔しまーす。1本でも動かしたら吹き飛ばすぞ。おい待て、落ち着けって。何者だ、俺んちで何してる。アルビオンか。違うな、反乱軍だ。デッドセックなら俺はチェ・ゲバラだなんてな。おい待て、居場所は知られてるんだぞ。何でもいいからとっとと逃げるべきだ。クソが、本当なんだろうな。つけてたんだが、畜生。キャサ、お前が思うよりひどいやつだ。一体何のために俺がここにいると思ってるんだ。まったく。もしやお前ナイジェルキャスから金をもらってんじゃないのか。俺はキャスの仲間じゃない。いいから手を貸せ。やつは爆破に関わってた。野放しにはできないだろう。お前は知らない。ナイジェルキャスの正体ってやつを。よし、行け行け。まずい、アルビオンが接近してる。そこは嘘じゃなかったか。考えろ、俺。クソ。とにかく、俺が時間を稼いでやる。いたぞ、最後。やべえ、やべえ、やべえ。マジでやべえ。うおやべえ、被疑者。俺、被疑者なの？行け、行け。これは、これは、これはやばい。動いてるって、これでも頑張って動いてるって。クソったれ。あ、やべ。あー、変えてねー。
やばいやばい。被疑者は水の中にいる。エリア付近の支援を求む。よし、泳ぎの方が早い。どういうことだ、泳ぎの方が優れてるって。こちら派遣部隊、ドローンを展開して被疑者を捕捉する。やばいやばいやばい。あー、おじいちゃん。いや、やっぱそうだよね、動きが早い系はね。あー、おじいちゃん一瞬だったな。そうか、どうしよっかな。そしたらジジイの恨みはジジイで返すか。まあねえ。短かったなあ。さあ、逃げきれなかったね。キャスに立ち向かうには私たちの新たな友人ヘイミッシュと協力するしかないことがこれではっきりしましたね。彼もその気です。いや、クリアではねえな。あー、切ない。切ないな。悪くない、なかなかの逃走劇だった。信じるよ。先に言っとく、ナイジェルは何かを企んでて、俺だけの力では止められない。本物のデッドセックなら力を貸せ。協力しよう。キャスは例の爆破に関わってるかも。で、もっとヤバいことをする気だって？いや、やつはそんなことしない。ナイジェルは自分を英雄だと思ってる。傲慢な野郎だが、ひねくれ者じゃない。行く先々でやつは、俺たちは警備ロボットや肥料散布機で問題を解決してきた。社会は技術的な課題で、人間はソフトウェア上のバグってわけだ。それに対処をするか、または潰すだけだ。悪い。追跡されないようにプロキシを変更する。またすぐに連絡する。聞いてくれ、アルビオン内部の人間にツテがあるんだ。ナイジェルはホワイトタワーで重要な会議に出席してる。そこでロンドンで計画されてるでかいプロジェクトについて話すらしい。手前の施設警察をまだでかくしようってのか。最高だな。あいつの考えることにろくなことはない。その会議の内容を把握しなきゃな。悪いことに携わってみたいとずっと思っていました。さあ、早速取り掛かるとしましょう。難攻不落の相手がターゲットとなれば時間は無駄にはできません。この寄せ集めチームを取りまとめるのにふさわしい人材に声をかけておきます。ああ、クソ、アルビオンのサイバーセキュリティがこっちのプロキシ IP を嗅ぎつけた。発信信号をたどったみたいだ。対処しないと。さあねえ、おじいちゃんダメだったか。水の中逃げたのが失敗か。まあ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 、とりあえず、そうだね、今回ここまでにしようか。いやー、武器変えてないのが失敗だったな。まあでも仕方ないね。もうまた頑張って。残念ながらあなたの仲間が無茶をして拘留されました。ほ、檻の中ではレジスタンス活動に従事することも難しいでしょう。現場に復帰できるまでしばらくかかります。そこで助言といってはなんですが、チームに弁護士を引き入れてはいかがでしょう。もちろん弁護士が好きな人間など存在しないことは承知していますが、そのことを差し引いても利用価値はあります。留置所に放り込まれた仲間の交流時間を縮めることができますよ。え、ちょっと待って、どういうこと。もしかして、あー、まだいるね。まだ生きてるね。マジか。あー、じゃあ、
一応こう捕まってはいるけど、そっかアルビオンが警察みたいなもんだからそういうことね。銃撃戦に持ち込んでないのが良かったかもしれないね、途中ね。あ、ドローン操作してる場合ではなかったな。まあでもちょっと代わりのおじいちゃんはちょっと使っていこうかなと思うんで、どっちみち。まあやっていこうかな。まあね、どっちみち時間もかかるからね。いた。はい、ということで、今回はここまでとなります。ちょっと今の格好だと今のキャラもちょっとね、みずほらしいんで、ちょっと衣装を変えたりとかしてみようかな、見つかればね。はい、ということでここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあまたねー。